ご視聴ありがとうございます。ハレルヤの土屋ひろきです。ご視聴ありがとうございます。斉藤信夫です。はい、始まりました。第7回 MTG 対戦バラエティハレルヤコンバット。僕たちはレガシーを盛り上げるために頑張っています。この方、斉藤君はですね、ハレルヤの記事を書いてくれていまして、いきなり宣伝になるんですけど、特にこのハレルヤのね、記事の方で、信夫の部屋というレガシーの記事を連載していますので、ぜひ読んでいただければなと思います。レガシーとはですね、禁止カードは一部除いたですね、本当に今まで出たカードすべてを使えるフォーマットになってまして、ね、長くやってる方も本当に遊べるようなフォーマットになってます。特にですね、自分、放送ビューですね、多分この辺に今、画像が出てると思うんですけど、維新の力というカードが好きで、もうずっと長く遊んでいますね。今年のラスト3は出るんだっけ？ラスト3はね、毎年、ね、年末にあるハレリアの大会なんですけど、今年ね、レガシーとスタンダードの併用のフォーマットになってまして、今年もね、頑張りたいと思っています。初回なんかはね、僕がかなりいい成績だったと思う。初回がレガシーとスターの時はトップ4で、うん、一昨年の第2回目がね、安尾さんに負けちゃって、ああそう、準優勝でしたね。初回はね、俺はね、確か11位でした。11位、ギリギリのね。まあそんな感じで、レガシーのちょっと対戦をお見せしたいなと思うんですけれども、じゃあ、やってみましょう。はい、よろしくお願いします。ミラクル。駒が禁止された後のミラクルですね。駒を失ってしまったんですけど、代わりにですね、こちら先ぶれと予防というキャントリップが入ることによって、こちら先ぶれはですね、ちょっとスロートリップで遅くドローができるので、こちらの終末、全力の終末と相性がいいんですね。で、カードを手数を増やすためにこちらの予防が採用されています。で、勝ち手段としては、まあ、相変わらずですね、メンターが採用されているような、まあ、新しいね、ミラクルを紹介させていただきたいと思います。ボルト山の土屋というちょっと代名詞があるくらいなんで、ボルトを使ったデッキですね。最近の信夫の部屋でも取り上げられたグリクイス・デルバーというデッキです。このデッキは今のレガシー界では、ティア1トップメタのデッキになっていて、まあ、昔ながらの昔ながらでもないですけど、デルバーを使って、テンポをよく取っていって相手を早く倒すようなデッキになっています。大数大きい方に。はい。三片方で勝つ。はいはいどうぞ。先手。はい。こんな感じですね。ロースもあって、土地がちゃんとあって、まあ状況もある。まあ丸いハンドですね。まあ一旦目はおそらくこれを出すことになるでしょうね。でちょっとこういう感じでテンポが取れればいいんじゃないかな。じゃあやりましょうか。はい、やりましょう。はい、どうぞお願いします。じゃあ一旦目ですね。はい。島から。じゃあ先ぶれです。はい。代名詞出ました。代名詞出ました。とりあえず一旦目だからでこう。で三枚がこんな感じですかね。で積み込むのとしてはまあ。オーテントのスロートリップでこれを引いて、まあ、次のデッキトップでこれを引こうかな。で、こんな感じですかね。これはこういう感じですかね。じゃあ、そのままターン。はい、じゃあ、アップキープ。1枚引きました。コマの代わりになったかな。なったかな。じゃあ、フェッチ。19で、アンダーグラウンドシール。はい。デュアランの王者じゃないですか。王者だね。アンシーボルカはもう。はい、しぐれのシャーマン。はい、出ました。終わりです。これ悩むんですよね。あれを除去るべきなのか、使います。これを打つべきなのか、難しいんですけど、基本的に自分は除去してます。ということで、平地を置いて、ソープロします。ソープロされた。で、そのまま、はい。20になりました。ドロー。じゃあもう行きましょう。これ結構強い動きだと思うんですよ。結構強い動き。はい、ヤングパイロマンサー。はい、ヤングパイ出ました。で、イタクシアの調査を打ちます。ライフが18。で、トークンが1体出ました。じゃあ、ドローします。はい、終わりです。で、ここの後も難しくて、きっと、瞬小ソープロしたいんですけど、さっきまでデイズケアしてたので、まあ、デイズケアするか難しいですね。で、トップに積んでるカードも別にゲームに影響しないカードなので、すごい今、多分普段は悩みますね。で、ターン入ります。OK。 これはミラクルにブレストをされるといつも週末を積み込まれたんじゃないかなと思って、結構嫌ですよね、感覚的には。はい、19です。これね、週末ないの安心するやつね。あと予報があったからね、予報で積み込んで2ドローっていうのもこれでしにくくなったと思うんだけど、だからなんか代わりにポンダーでも打つんじゃない。はい、やっぱり。じゃあこれで、はい、でそのままやっぱり週末が怖いから、これ以上クリーチャーをね、その追加で並べるのが怖いんですよね。今欲しいのはセラピーとか欲しいな。とりあえずアタックしましょう。3点もらう。10分で6にしましょう。じゃあブレインストームで、はい、もう1体3枚引きます。2枚戻しの2枚戻してフェッチを入れます。これがやっぱりレガシーの醍醐味ですよね。ブレストフェッチ。ブレストフェッチ。本当にこれあるかないかでね。ウィルが好きって紹介したんだけど、もう今のレガシー環境だともうブレストフェッチデッキばっかり使ってる。今2人ともブレストフェッチなんとなくしたけど、これなかなかすごいことだよね。で今度は打ちます。どんどん興奮が生まれてくる。週末積まれてんじゃないかな。じゃあドローします。引けたよ。はい、セラピー、はい、指定はして、予報で了解です。はい、さっき見てたので当たりましたね。でしかもこれをさらに、トークンを割くってフラッシュバック、はい、で指定がスナップキャスターイメージで、はい、了解です。これがまあグリデーの強い部分だね、うん、フラスターといからトークン出して、対決で終わり。セラピーフラッシュバックで、トップに積んでたののドローソーを引いて、まあ、またリベンジを図りますね。週末じゃなかったらよかった。シェアをお願いします。はい、どうぞ。で、こういうトップになりました。で、まあ、引くのはこのカードです。で、リターンして、タイムです。で、アンタップアクティブドローします。ここでもやっぱりブレストからの週末とかされるんだよね。ブレストからの週末とかされるのを恐れるプレイヤーは多いですね。まあ、実際ね、それされるとね、盤面なくなっちゃうからね、当たり前っちゃ当たり前だけど、コンバット後にね、フィーチャー出した方がいいね、持ち出すとしても。インでブレインストーム、はい、出ました。はい、3枚、1、2、3と、これがいらないかな。一応来ました。コンバット。はい。合計6点でライフが10になりました。はい、10。はい、終わり。で、アンタップ、アップキープにドロー。週末は。出たー。週末引けたので、はい、週末をキャストしました。はい、で、とりあえず1回流れましたと。で、タイムですね。エンドでフェッチ。16、こっちはデュアランを並べて、あっちは基本地形を並べて、おそらくブレストフェッチとかでね、不毛ダイスとかね、結構戻しやすいよね、あのデッキトップに。ドローします。機械の採血とフラスターがあるんだよね。機械の採血とフラスターは見えてる情報としてありますね。出し入れましょう。はい、終わりです。アンタップ、キープ、チキッときますかね。9ですかね。はい。で、ここでもやっぱり一貫してね、このチキンを持ってくるのが、デルバーデッキは嫌がるよね。まあ当たり前なんだけど、クラマシとかね、ハンドにあったりすると、あとスペルピアスとか、結構腐りやすいからね。やっぱテンポを取るためには、ね、その不毛の大地が結構キーになるから。なることが多いからね。じゃあどうします。はい。で、ヒーターのこのカードですね。これゲーム長引いた時にこれキャントリーポイントね、操作しやすくて動きやすいですね。息切れしにくくなる。そうですね。今引いた今度は引いちゃう。まあ1枚欲しいんですけど、ちょっとリターン先あんまりよく見えないので、ちはシャッフルしちゃいますので、ね、ギターのコーナーで春章とかね、ソープロとかソープロはいされました。でじゃあ17はいでドローします。ソープロを打ったってことは多分週末を積み込んでないと信じたい。出れば出ました。ここでしょ。3マナでアンコも出世したよね。4枚追放します。はい、了解です。234枚追放で土地を置いて終わり。はい、さあランドが2枚か。1枚は入れ持ってんのかな。難しいですね。こういう反応でして、まあこれって比較的ネメシス、真の名の宿敵のために結構大事にすることが多くて、こっちはまあ結構カウンターをかいくぐれる分宿敵はやれないと。今悩んでるのが今4マナしかないので、採血とフラスターのセットで攻めるか、まあこういうソープロとそのフラスターで攻めるか悩んでますね。ソープロでバンコメです。5点回復して22かな。で、そのままタイムです。ラップキープにいるはずです。こうするビールもそれで入ります。で、今の考えとして、そういうビールいらないんで、フェッチ切ります。これ、なかなか戦術的なね。デルバーとフェッチの相性の良さというかね。で、ドローします。6ですかね。終わりです。はい、ありがとうございます。じゃあ3マナで、はい、3マナかな。1回ライフ6、デイズケアしたいですね。数値ビルとデイズっていうアクションだとあんまり美味しくない。まあかけます。はい、デイズ、青マナ浮かせてデイズされました。もう1回、はい、じゃあカウントされましたね。なんでこれマナでわざわざその島を戻してね打ったかというと、次ブレインストームを引いた時にこのいらない土地をはけるので打ちました。手札に戻しました。終わりで、はい、はい、これはいけるんちゃうか。アタック3です。3土地を置いて終わり。はい、ドローします。ドローしました。春章あたり来るんじゃない。1マナでダブルズマッチしてきます。はい、3枚引きます。で、このハンドになりましたね。結構やばいですね。はい、フェチキン、はい、2です。2だよ、2、あと2、2だよ。ついにスンドラが出てきた。私のフェチで、はい、で、マナーで、今ここメインで砲打つか悩むよね。週末トップだと相手のターンの方がいいし、キャンテープトップだとそうだね、ホンダとかいくかもしれない。でも単純にキャンテープの方が多いから、ここで砲打っちゃいます。はい、で自分で対象がですね、一番打ってないカードなんだろう。オーストビルかな。ビルして入ります。じゃあビルで大丈夫か。で、新勝でした。で、ワンドローします。で、このカード引きました。で、こっちの負けですかね。財布2なんで負けです。じゃあ2ゲームいく。全環境のコマミラクルの時のグリクシス・デルバ対ミラクルのサイドインアウトとはかなり変わってます。今のミラクルは結構違ってて、放送ウィルは全部抜き目。もう今までの昔のコマある環境から一緒なんですけど、まずウィル、あとちょっと重めのカウンター、あと重いプレインズウォーカーってこういうセットは比較的いつも抜いてます。理由がですね、1対1交換を繰り返すゲームで土地が伸びれば伸びる分だけ、まあゲーム長引けば長引く分だけこういうアドソンした分の差がね、損すると厳しくなりやすいからですね。あと1枚だけで負けるってカードがそのコンボとかと比べてそんなにないので、まあ、ちゃんと綺麗にトレードしていくことを目指します。これキープですね。噂をしていたカードがこれと、あと安心感のあるドローソーと状況系ですね。感じた状況系ですね。まあ、キープしますね。結構デルバーの代名詞的な感じで、ワンラウンドキープ。なかなかスタンダードとかだと難しいと思うんですけども、全部1マナ以下の軽いカードでできていて、まあ、かつフォンダーとかで土地を探しに行けるので、これでも全然キープしちゃいます。じゃあお願いします。相変わらずいったね。はい、どうぞ。悪くないんですけど、ちょっと不安が残るような。で、シャッフルしちゃいます。で、ハイエンドでアップキープにドローします。はい、で、フェッチを切ります。19。出れば。デルバーエンドなんだけど、なんでこれボルカ出したかっていうと、次のターンの動きが大体決まっていて、土地を探すためにポンダーを打ちます。ポンダーを打った後、もしギタチョウとかにつながればこれを打てるので、ボルカから次持ってきたい土地がアンシーなので、まず先にボルカを出していきます。はい、セットランドしてで、まあ、先手ってこともあって、これもプレイしちゃいます。総裁です。あれもう、お前はいなくなったはずでは。最近見なくなった。まあ、そうだね。駒がないとはいえ、こんな序盤に出されるとね、ドキッとしない。その、生総裁される時もまあ、何回かあると思うんで、あれは通せませんね。ベースです。はい、カウントされました。そのままターンエンドです。はい、じゃあ、キープ誘発。はい、ポンダーめくります。はい、強い。で、ドローして、アタック。16ですね。16で、さっき戻したボルカを置いて、ポンダーを打ちます。こちらないので、シャッフルです。で、ドローして、終わり。お願いします。総裁を今になってまた見るとはね。OK、こちらポンダーです。はい、どうぞ。こういうとこですね。悪くないので、まあ、引くつもりで。さあ、どうします。で、大組織の3。お、そんなカード入ってんだ。大組織の3は、なかなか普通はサージカルとかでね、母体としては、春章とも相性悪いし。出るんだけど、最近、アンコウとシギレ多いから、その2つ牽制するためには優秀。なるほど。ちょっとスタックで考えようかな。どうしようかな、それ。いや、どうぞ、出ました。はい、じゃあ、そのまま1枚、リムーブしてもらいます。はい、じゃあ、これをリムーブしましょう。はい。じゃあ、こちらは、終わり。はい、こちらは、じゃあ、ターンエンドします。ドローします。じゃあ、とりあえずアタックしましょう。はい、13。今度は、こんなわけです。で、そのまま戻りましょう。はい。ダチョウ。こちらのライフ17。また総裁。総裁何枚入ってんだろうね。総裁はね、何枚でしょうね。ハイドロブラストでレリックも2枚入ってんだ。レリックも2枚、レリックもってレリックも総裁も2枚以上入ってるね。強いですかね。で、氷結ね。なるほど。とりあえずこのデルバーは今のところ除去られなさそうなので。除去られなさそう。よし。そしたらベッチ切ります。16。はい、どうぞ。じゃあその思考の氷結で終わりです。遠藤氏2枚積んだと思うんですけど、どっちも欲しいので、レリックが起動してアンコンを出させなく、セラピーをその裏を使わせないように起動しちゃいます。スタック。はい、ちょっとね、もう腐りそうだから今のうちにサージカルを。本当はソープロとか抜きたいんだけど、これはね、複数枚入ってるとは考えに。じゃじゃん。じゃじゃん。その手札の総裁を抜きます。こういうテクニックが一つあります。本当はね、サージカルディサードをするはずなんだけど、シャッフルしない。あ、シャッフルしない。アドバンテージに変わって、トップの除去がなくなってしまいました。で、ターンあります。はい、どうぞ。じゃあ、どうします。出ましたね。で、通常ドローしてね。通常ドローします。で、こういう感じのハンドになりました。これ悪くないですね。で、1マナで、まあ、方程に取ってしまう。はいはい。で、こんな感じのトップです。これ、いくつもりです。次の通常ドローでこれこうかな。もうなんか、これも打てそうなんで、こう。遅く引いて、次のターンの通常ドロー、これできっとこれを引くことになると思います。で、はい、スタート。そのまで、じゃあデリックします、はい、で、ターンエンドです。で、ドローします。はいはいはい。で、ドローします。うん、これは腐ってますね。アタックで、13から10になりました。はい、かな。相手の手札はハイドロブラストは見てるね。そうね、ハイドロブラストは見てる。そのカード以外は見てないんでね。うん、ああ、あんまり意味がないな。終わり。終わり。じゃあターンになりましょう。出します。1マナで先ほどの本棚ですね。本棚します。はい。まあ有効牌ばっかりですね。で、次じゃあいきます。で、セットアンドして、ターンエンドです。モーデルバーがそのまま生きてくれると。アップキープ、はい。ソープロ。そしたらね、ちょっとディスアドにはなっちゃいそうな気がするんだけど。ブラスタースト。ブラスタースト。2万の9。じゃあ、2万払うかどうか。難しいっすね。強いんで、そのままカウンターされてみましょう。はい。で、ドローまでいきます。あ、ドロー前ですね。はいはい、リックをじゃあ起動。はい。起動しちゃいます。はい。あ、これね。はい。で、ドロー。はい。一応、アタック。7になりました。これは出してもいいかな。終わりです。これ、終末が怖いんだよな。このカードです。週末は積んでなさそう。そう、積んでなさそうだよね。みんなでブレストプレイします。ブレスト？ブレスト。はい、オッケー。ハイドロブラストが見えてるね。そうそうそう。3枚引いてこんなハンドになりました。じゃあ今移動します。で、ターンです。はい。これあれだね。もし積んでたらこれで。リックで、そう。週末でドローいいかな。ドロー前にあ、またかよ。はい、ちなみにこのキャノピー出てる時期もあったよね。ああ、そんな時もあったっけ。17じゃあドローまでいくよ。こっちのライフ何歩だったっけ。じゃあ7対17、なかなかこっちは攻め手がない状態。腐っている。ディスガイズシャーマンを出して終わりです。はい、までこんなですね。はい、そうそう、勝ち手段にたどり着きたい。なかなかさばいてはいるけど、何もない。総裁がないからね、やっぱりそのまあ攻めというか蓋をするようなカードがないから、勝ちに行く手段をしっかりとやらなきゃいけないよね。だからワンでしょ。なかなか6になるでしょ。はい、6。で、なり。はい、ドローします。レックが嫌ですね。相手にやろうとしてもね、消されちゃうからね。よし。終わり。いいカードきましたね。どうかな。終わり。はい。レリックが効いてて結構きつい。そろそろ攻めないとあかんね。反応が4枚。本体。ナズマです。ナズマ、おそらくハンドにアンパイがいて、これに青ブラを使ってほしいというのが見えますね。じゃあ使いましょう。青ブラスタックでフェッチ、青ブラに赤ブラ当てたい。でこれで、ですね、これをスタックで打つかどうかっていう問題で出てくるんですけど、結構スタックが積まれている状態でフラスターストーム、お互い多分すごく、ね、レガシーになれると気をつけることになるよね、うん、そうだね。だから例えばなんですけど、今この場面で、フラスターストーム、やっぱりもし俺がフラスター持ってて何かプレイしたやつ両方消しちゃうからね。そうそう、逆にこっちもブレストを合わせることによって相手がフラスターを持っているのをケアすると、これはすごくカウンターしづらいし、これもカウンターされやすくなるっていうデメリットがじゃああるよね。ブレストどうぞ。で、3枚1、3枚と。じゃあ稲妻されました。はい。ライフが3ですかね。3。じゃあ自分の稲妻を対象にしたい。じゃあエリックをどうした。はい。使ってみました。でどうぞ。でドローします。よし、エリック使ってくれたからね。もうこれでいくしかないね。両方フェッチを切ります。14。コマナーであんこ。はい、出ました。アタック2、終わり。2回中で3いただきます。じゃあドローします。これはかなり厳しいですね。メインであれを除去んないとスペルを落とした瞬間も負けちゃって、かつあんこは横にいる。までプレスします。どうぞ。で負けかな。負けました。はい、というわけで、お送りしました。ハレルヤコンバットいかがだったでしょうか。ハレルヤコンバット初のレガシーとの動画ということで、本当に大丈夫だったんですかね。うん、俺は 2-0 で勝ってたんで。俺はもう 0-2 だったけど悔しいけど、いやすごい楽しかったですね。うん、まあでもお互いブレストを使ったデッキでね、そのレガシーを象徴するような感じだった。これからレガシーの大会って何かありましたっけ？ラストサンというね、ハレルヤが主催する年末の大きな大会があります。賞金総額もね、結構大きくて、実はそのラストサンなんですけれども、予選を通過した方だけが参加できるという、参加資格がある方だけになってしまうので、そのラストサンの予選がですね、各地で続々と開催されています。予選システム盛り上がるしね、友達予選目指したりして回るのが楽しい。もしもトライアルの権利持っても、またそのトライアルを抜けると倍の制度があって、そもそも数倍まで多分重複するんですかね。大会当日、その本番当日だけじゃなくて、その前の段階からその大会がもう始まってるような、そのラストさん、ぜひぜひ皆さん参加してみてください。よろしくお願いします。はい。あとですね、ハレルヤチャンネルからの告知があります。ちょっと、長い文章なのでごめんなさい。台本を読ませていただきます。現在 YouTube スペースという、YouTube 公認のスタジオで、ハレルヤコンバット in YouTube スペースを撮影してみようという企画を進行中です。しかし YouTube スペースはチャンネル登録者数1万人以上でないと利用できません。この企画が実現できるかどうかは視聴者様にかかっています。もしよろしければチャンネル登録のほどよろしくお願いします。これ YouTuber がよく言うセリフ言ってみたかったんで、ブンブンって。ということで今回はここまでと、またね。ありがとうございました。